ヴァンフォーレ甲府背番号28番ミッドフィルダー橋爪優輝です。よろしくお願いします。ヴァンフォーレ甲府の選手を紹介するプレイヤーズファイル、今回は背番号28番ミッドフィルダーの橋爪優輝選手です。長野県出身の橋爪選手は山梨学院大学から2013年にヴァンフォーレ甲府に加入しました。さて今回は明るい性格でサポーターから愛され続ける橋爪選手にいろいろと質問しちゃいます。結構まとまりあって、やるときやる、まあ、ふざけるときふざけるみたいなメリハリあって楽しいっすね。もうなんか山梨に物心ついてから一番いるじゃないですか、はい、地元みたいなもん。サッカーを始めたきっかけお父さんですよね。で僕最初野球とかやってたんですけど、サッカーが一番しっくりきました。ワンパク、めちゃめちゃ好奇心旺盛の何でもやりたがり。サッカー始めた頃の好きだった選手はやっぱジダンと、あとヒデ、中田。フランス優勝した時のワールドカップ、まあちっちゃいんですけど決勝めっちゃ覚えてて、ジダンがそっから好きになって、なんかいろいろ詰まってますからね。僕自身も成長したし、僕が入った時はもうみんなベテランの人たち多くて、そうなんですよ、オミさん、カツさん、バールさん、タクマさん、もう教わることだらけというか、結局はまあ選手として成長できる場所っていうのをプロサッカー選手である以上やっぱ探し求めると思うんですけど、ここにはやっぱそれだけの魅力というか、やり残してることみたいな感じ、そういうのはまだあって、結局やっぱ甲府への思いとかそういうのが強くて結局残っちゃうんです。そうですね、一旦朝起きるんですけどもう一回寝ます。昼ぐらいに起きてご飯食べて一旦ゲーム入れて、まあ基本ゲームは入れます一旦、はい、人がおすすめしてくれるカフェとか、あのうちくんがコーヒー好きなんですよ、はい、だからうちくんが教えてくれたとことか、ここええでみたいな。そうですね、まあおみさん、うちくんとか、あ、両辺ももちろん、あと岡西ですね、同期はやっぱ、はい、もう8年目なんで、両辺は毎日一緒にゲームやってますし、家でもずっと喋ってるんで、え、両辺とか言って、えいっすーとか言って、そんな感じなんで、で、おみさんとか、うちくんとか、あと、しゅうすけはゴルフ仲間だよ。あ、オフゴルフじゃん。あるじゃん。あるじゃないですか、ちゃんとしたのが。どのぐらい回るの？いや、まだ全然です。下手くそなんで。この間、前半47で回ったんですよ。あれ、これ100切れんじゃんと思ったら、後半55で頑張ります。こっからもうちょっとゴルフセット揃えて。いや、人気とかは分かんないですけど、もうこのまんまじゃないですか、僕。変顔を見せてください。3。いや、僕変顔とか…誇りを食う人っていう中川家の、はい、まあ、やるときはちゃんとやりますよ、僕だって。基本やっぱ楽しくフランクに行きたいっていうか、プライベートはふざけてるんで、基本あのどんどん話しかけてもらえば僕も適当に返すんで。適当だけど本気なんですよ、これ。わかります？返しは適当だけどそれが僕の本心なんですよ。感謝の気持ちを込めてありがとうの、あらすって言ってね。これまで J 通算90試合以上に出場、どんな時も甲府と共に歩んできた橋爪選手、素敵な笑顔と熱い眼差しで2020シーズンを完全燃焼で駆け抜ける。もう僕も年齢上になってきて、どんどん若い選手たちも活躍してくるようになって、まあ負けられないし、まあその中でも若い選手のお手本になれるように、やっぱしっかりと自分のことをやっていきたいと思います。
まあ今いろいろ大変ですけど、それに負けず僕たちも頑張っていくので一緒に頑張りましょう。ここからはヴァンフォーレ情報。皆さんこんにちは、ヴァンフォーレ甲府のグッズ担当山路です。試合は少し先になりますけれども、ヴァンフォーレグッズ絶賛発売中でございます。今シーズンもたくさんの新商品が出ておりますので、ぜひ皆さん今日紹介をさせていただきたいと思います。まず紹介するのはこちら、キルティングのレッスンバッグとシューズバッグになります。2つともバン君、ホーレちゃん、そしてエンブレム、ロゴマークの総柄のキルティング生地で作られております。小学校や保育園、幼稚園など習い事の時にもかなり大活躍するグッズとなっております。中の方に、組と名前を書く場所があります。こちらにお名前書いておけばなくさずに済みますね。続いての商品は文具類、新しくたくさん出ております。六角形の消しゴム、そして下敷き、四色ボールペンとシャーペンがセットになったペンが出ております。学校生活の一つとしてぜひ皆さんヴァンフォーレを身近に使っていただけたらと思います。続きまして観戦グッズ、皆さんお待ちかねのタオルマフラーです。今年は、選手、監督、そしてバン君、ホーレちゃんのお名前を入れさせていただきました新しいプリントタオルになっております。推し選手のタオルをぜひ首からかけて熱く応援していただければと思います。かっこいい仕上がりになりました。続きましてはこちら、ショルダーバッグです。肩掛けのベルトのところにヴァンフォーレ甲府の文字があしらわれております。肩にかけるとこんな感じです。中もとても大容量になっておりまして、キーケースや、ポーチ、そしてハンカチ、長財布、そして今皆さんお持ちの、ウイルスブロックのスプレーなどがたくさん入る仕様となっております。ぜひスタジアムで一つ持っていれば大活躍間違いなしです。最後に近日発売開始となりますこちらのパーカーです。一見全くヴァンフォーレ感はありませんが、裏を見ますとじゃーん、アグレッシブと入っております。今シーズンのスローガンが入っているパーカーになります。1枚あるととっても便利かと思います。色はこちらのカーキとブラックの2色になります。ちなみに私の着用サイズは L サイズになっております。皆さんいかがでしたか？これ以外にもたくさんの新商品がすでに販売されております。ぜひ今の機会に、オンラインショップ、街中ヴァンフォーレプラザ、そして岡島百貨店6階のヴァンフォーレコーナーでぜひたくさんヴァンフォーレのグッズを買っていただけたらと思います。試合開始の時には万全な体制で皆さんグッズを持っているといいかと思います。ではご購入お待ちしてます。3月12日木曜日、ネッツトヨタ山梨株式会社がヴァンフォーレ甲府にトヨタのボクシーを贈呈しました。これまでも車両の提供ということでヴァンフォーレさんにはいろいろとご支援をしてきたんですけれども、今回今までお使いいただいた車がかなり長い時間使っていただいたということもあって、今回新しい車に変えるということをさせていただいています。贈呈式では初めにネッツトヨタ山梨の磯部俊幸代表取締役社長がレプリカキーをヴァンフォーレ甲府の藤原博史社長に手渡しました。これを受けヴァンフォーレ甲府の藤原社長が全選手のサイン入りユニフォームをプレゼント。そしてチームを支える活動に活用していきますとお礼の言葉を述べました。山梨をやっぱり元気にするための一つにはヴァンフォーレさんが頑張ってもらって、早く J1 に上がってもらうということが必要だと思いますから、そういうために車を、フル活用してもらって、少しでも選手の方たちのサポートになれば我々も嬉しいなというふうに思っています。
もう今世の中コロナウイルスで大変なことになっていて、J リーグの開催も少し延期されるというふうに聞いてますけども、みんなでこれを乗り越えて、ぜひヴァンフォーレを大きな声で応援できる日がね、一日も早く来るといいなというふうに思ってます。まあ、その時にはとにかくJ1 を目指して、我々も一体になって応援していきたいと思いますから、ぜひ頑張ってほしいと思います。今回贈呈された車両は乗り降りのしやすさや車内の広さが特徴です。ヴァンフォーレ甲府ではメディカルスタッフが備品などを運ぶ際に使用するということです。